こんにちは、キットマン北海道探索チャンネル。今回は苫小牧市、音羽町でございます。2023年の7月に、音羽町にあるビルの壁が崩落しました。その後の様子、さらに音羽町というのは歓楽街でして、夜の様子も見てまいりました。さらに、春日町に本当に素晴らしい、素敵な喫茶店があったので、そちらの様子もご覧ください。 現在の私の立ち位置は苫小牧駅を北東に歩いていったところにある春日町でございますこの地図だと南側のような雰囲気はあるんですが北側でございます カーブに沿って建てられているカーブになっているこちらの茶色いビル、ここの端っこにありますコーヒー野郎というお店があるんですが、このお店が本当に素晴らしかったので皆さんに紹介したいと思います。中はモダンな雰囲気となっておりまして、まあ1973年にオープンしたお店ということなんですが、今年50周年でございます。 メニューも非常に充実しておりまして、ハンバーグ、エビピラフ、ドライカレー、カレーライスなんかも多数あります。私が座っている座席は白いテーブルの座席なんですが、こちらのコーヒー野郎というお店は2種類の部屋がありまして、2種類の雰囲気を楽しむことができるというね、非常に貴重なお店でございます。 暗くなると青いライトがつきました。苫小牧は海の街だからそれを意識したのかなと思って見ていましたが、まあ、たまたまなのかもしれません。店内には観葉植物とおしゃれな形のライトがありまして、この観葉植物とライトの組み合わせが本当に良かったです。 先ほどコーヒーやろうは2種類の部屋があるって言いましたが、こちらが原型のコーヒーやろうでございます。途中から増築したらしく、それで2種類の雰囲気を楽しむことができるということなんですよね。こちらのオリジナルの座席なんかもね、非常に茶色で統一された重圧感のあるおしゃれな座席となっております。 秋になり日が沈むのが早くなってきました。日が沈む時間が早くなってきたメリットとしては、早い時間からライトアップされたお店を見ることができるっていうね、そんなメリットもあります。コーヒーやろうというお店なんですが、やろうがたくさんいるようなイメージをしていたんですが、やろうはいませんでした。 さらに、春日町、春日町の隣の緑町のお店の様子なんかを見て回りました。お店がかなり立ち並んでいるということもあり、ライトの光り方が綺麗でした。 ここからは音羽町の様子でございます。昼間の音羽町の様子は私の過去の動画にあるので気になる方は是非そちらもご覧くださいこのビルは音羽町の角にあるビルで今年2023年の7月に壁が崩落するという出来事がありました 私が行った9月末の時には立ち入り禁止のテープなんかがあり剥がれたタイルなんかも端に寄せられている状態でしたこれ、この建物は廃墟かというとそうではなくもちろん現役の建物でございますマージャンのテナントが入っていましてライトなんかもついていました周りには植えたのかあるいはそのまま伸びた状態の草なのかかなり草が生い茂っている状態でした 入り口のタイルなんかもかなり剥がれている状態です。7月に落下してきた外壁っていうのは縦20センチ、横20センチのものもあったそうです。20センチ20センチでかなりでかいですよね。まあ、昔ながらのタイルの建物っていうのは味があっていいですけれども、まあ、劣化するとポロポロ落ちてくるっていうね、そういうデメリットがこうやって見ることができます。 かなり暗い雰囲気とは裏腹にこのいらっしゃいませのイラストは可愛らしいなと思って見ていました。以前紹介した音羽町の動画にも出てきたこのビルなんですが、コメントには作業員の寮だった、そのようなことも書いてありました。これからどういう風になっていくんでしょうね。 夜の歓楽街、音羽町の様子でございます。かなり真っ暗ではあるんですが、ライトがついていないだけでスナックだとか居酒屋はかなり立ち並んでいる状態でございます。これはね、営業してんのか営業してないのか、ちょっとよくわかりませんでした。この音羽町とはどこだっていう人たくさんいると思うんですが、苫小牧駅を出てすぐのところの歓楽街ではなく、少し東側に行ったところにある歓楽街でございます。 音羽町の場所は水色の部分でございます。緑色で囲っている部分が JR 苫小牧駅、かなり東側に歩いて進んでいきます。まあ、一般的に有名な歓楽街っていうのは苫小牧駅のちょっと南側だと思うんですが、この水色の部分も音羽町と言い,いまして、歓楽街が広がっております。 街灯もほとんどなく真っ暗な状態でございます。この辺に住んでいる女性が居酒屋に出勤しますとかね、家に帰ります。この時間になってしまいましたとかね、そういう人は結構暗くて怖いんじゃないのかなと思って見ていました。このビルは過去の私の動画にも登場したビルで、夜はどういうふうになっているのかなって非常に気になっていたんですが、来てみると入り口の ところがねシャッターで閉鎖されている状態だったのでテナントも入っていないんじゃないかなと思って見ていましたこの看板のデザインとかはね色合いだとか本当に昭和を感じてかっこよかったですまあもちろんね元気よくやっているお店なんかもあるんですけれどもまあどちらかというと閉まっているお店の方が多かったそんな印象でございます これだけ夜になったにも関わらず営業していないということはもう営業していないのかなと思って見ていました。あるいは営業時間そのものが遅いのかなとかね。まあそういう可能性もありますが、昼間に来てみて夜はどういう風になっているのか、観楽街だから夜はどれぐらい栄えているのか見に来たんですけれども、ちょっとね、寂しい雰囲気はありました。リカーズショップ的なところは営業していましたね。 こちらは静かな雰囲気でした。さらに歩いていくと、このように銭湯がありまして、うわ、銭湯行きたいなと思ったんですけれども、かなり夜は肌寒い、しかも原付きで来ているということもあり、見合わせました。夏にね、来年の夏に来たいな、あるいは JR で来た時に入りたいなと思いました。 ここ数年銭湯の閉店というのも相次いでいるので、本当に銭湯はいつまでもないんだなと思ってね歩いて見ていました。こちらは韓国料理屋さん、まるで明洞にいるかのようなそんな雰囲気でございます。明洞は過去に行きました。えー、こちらの建物はねちょっと怖い雰囲気ありますね。忍者が出てきそうな、そんな和風の雰囲気がありますけれどもね。忍者は出てきませんでした。 以前、この辺の方に聞いた話では治安はあんまり良くないという話はしていましたが、まあ、確かにね街灯も少ないですし真っ暗ですからね人通りも本当に少ないのでまあ通りすがる人、私を見てねちょっと怖がっているそんな印象がありました。 こちらはハートクラブというお店でございます。上にね、グリーンなんとかって書いてるんですが、まあ、過去のオトワ町の動画に見ると昼間のクリアな状態を見ることができるので、そちらも見てください。本当にね、まあ、貴重って言ったら変ですけれども、これから建てられないような建物、ね、デザインなんかの建物があって、まあ、かなり見入ってしまいました。 色合いとかね、入り口の感じ、シャッターの感じ、年季が入っていますね。こちらのテレフォンチョメチョメっていうね、大人向けの施設、現役なんですね。いつからあるんでしょうか。まあ、現役でね、まだこういう昭和の文化が続いているんだなーっていうね、ちょっとびっくりしました。 もちろん暗くて人の歩いていない姿だけではありません居酒屋なんかも営業しており海の街、海の幸を楽しむことができる素晴らしいお店もあるということも皆さんにお伝えしなければいけません、まあ、こちらのタイルもかなり剥がれている状態でございます、まあ、先ほども言いましたけれどもタイルの建物というのはね劣化すると落ちてくるという可能性があるので、まあ、最近建てられたような新しいビルというのはねこういったタイルは使われていないのかなと とはいえ、まあ、昔ながらの昭和の建物っていうこともあるのであ懐かしさを感じたりねあの時はにぎわっていたんだろうなとかねそんなことがあこういう、ね、建物から伝わります。 以前昼間に来たオトワ町、夜はどうなっているのかなと思って来たんですが、予想通り閉鎖されていたりやっていないお店がかなり目立ちました。ただね、こうやってカラオケが聞こえてきたりするとちょっと落ち着きますよね。 そして、音羽町にあります、老舗蕎麦屋手打ち生蕎麦富士というお店があるんですが、立ち寄りました。口コミでは蕎麦の太さがバラバラだとかね、いろんな評価があるんですが、私はね、こういう、なんていうかね、人間味の伝わるような蕎麦、かなり好きなんですけれどもね、そして、梅雨の味が本当に特徴的でした。甘さがあってね、非常に個性のある蕎麦屋さんでした。皆さんにおすすめしたいお蕎麦屋さんのうちの一つでございます。で、この写真はね、 また後日行ったんですよ本当に美味しかったですそんな感じで今回は音羽町と春日町でしたこの春日町にあるコーヒー野郎というお店は野郎感のない本当に素敵なおしゃれなお店なのでね是非皆さんに行っていただきたいお店のうちの一つでございますそんな感じでありがとうございました